はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム4をプレイしていきます。さあ、前回から結構ね時間が経ちまして、モンスターの方たち結構成長しました。こんな感じで、はい、もう力も300いってね、結構ライフと命中も上がってるかなと思います。で、信頼度の方もねかなり良くなってきて、もうあんまりこいつの場合は、無関心の場合はあんまり意味不明にならないかなと思いますね。で、こいつらもこんな感じで、はい、しっかりと、みんな同じような感じですね。やっぱり最初の方は力、命中、ライフと伸ばした方がいいと思うんで、はい。でね、早速今週にもうこいつの大会があるんで、やっていきたいなと。でね、もうトレーニングはこれで。よしと。うわ、めっちゃ上がったの。18も上がってんぞ。瀬戸海馬。完全にピーク来てんな。18? マジか。まあ、餌をあげながら。こんな感じでね。やっぱり3体育成してるとかなり時間かかりますね、これ。餌とか褒めたりしてたら。うん。こんな感じでね。褒めてあげないといけないんで。これが早送りできたらいいんですけど。で、こいつも、これで餌あげて、これで万全ですね。さあ、D ランク。D どうだろうな、強いのかな。でも、こいつもかなり強くなったから大丈夫だとは思う。よし。さあ、大会、D ランクいきますか。あとね、この人気ないと瀬戸海馬も結構大会出ていて、もう瀬戸海馬の方は D ランクに上がったという感じですね。4はね、大会に勝っていかないと能力制限があるみたいで、うん、ちょっとね、あんまり良くないみたいなんで、ずっと同じランクにいるのは。だから定期的にランクを上げていかないとダメみたいですね。さあ、エピタールか。あ、全然大したことないぞ。これ楽勝じゃないか。やっぱりこいつ大したことないわ。エピタール、ゴッシュ、ガイタ、いいな。こう、何だったっけな。あいつの名前が出てこない。サイローラーだったっけ。あいついいな。ゴッシュ。あ、ライフが高いんだ。D 大したことないな。あ、能力、うわ、悪そう。悪もんじゃないの、ゴッシュ。ゴッシュ悪そうだな。相変わらずね。あ、前回見せてなかったこのガブリッチョとかいくか。意味不明なる。クリティカル。あ、でも大丈夫だ。激怒するかもしれんけど。なんでこんななんの。すげえ意味不明なるな。強気。離れて。よし、レオアタック。やっぱりこれだな。強い。これ以外いらないよな。楽勝。これは D も楽勝ですね。で、こいつが出てくると、お、綺麗だな。なんでこんなところに格闘場を作るんだろう。人気もこんな感じと。で、8月3日になって何も起こらないか。じゃあこんな感じで大会勝っていきましょうか。3回勝たないとダメなんで、次はこれかな。さあ、また大会の週が来ました。次はこれ出ていきましょう。同じような内容だな、商品とかは。さあ、どうだろう。オータムウィンドカップって書いてあったのか。お、バクーかわいいな。バクーがすごくかわいいあれになってる。まずはフィードラ。うわー、コロペンドラか。一人いなくない。あ、尻尾にいた。尻尾にいんな、最後の3匹目が。でもね、戦い自体はこれもうこれで終わりですよね。あ、違うのか。ってことはポンポンとレオクロで。格が違うな、あれ。格が違うと言わせてよ。よし。ど根性。根性じゃなくてど根性になったんだ。へえ。まあ普通に楽勝ですね。20丸気持ちいいな。 T フィードラ。お、フィードラ強い。で、対戦相手のあれ見ないと分からないんだよな。これはちょっと解約ですよね。
あ、そんなに強くないな。まあ、オール150もないぐらいか、敵は。すごい分かりづらい、この能力値が。で、T と。さて、レオクローでいいかな。お、回避。であれば、レオアタックで。ん、まずいぞ。ガッツ並んだな。70% あるんだけど。よし。一発。大体150ぐらいだな。次はコンサール。あ、もうこの時点で優勝ですね。コンサールも大したことないな。普通の爆風か。でかいだけ。足っぽ台風打っちゃった。これ外しとかないとダメかもな。いらないもんな。よし。本当に格が違う。3つガツっていうのがちょっと大変なんだよな。ここら辺のシステムもちょっと微妙だな。3つは大変だ。1つ勝てばいいよな、ぶっちゃけ。そしてまたイベント起きないかな。じゃあ次はこの大会ですね。これか。すぐだな。フリッパーズカップ。なるほど。ここ勝てば公式戦出られますね。いや、大変大変。3つは大変。あ、またコンサールいんな。ライフアイゼン。かっこいいな。あ、でも能力やっぱこれぐらいなんだ。150ぐらいだな。さあね、もうぶっ飛ばしていきましょう。これはロードランナーとの合体かな。能力違うな。余裕で C ぐらいはいけるのかも。お疲れい。よしよし。ソープ、イアンソープって言ったな。あれ系かな。水泳選手かな。うわ、犬だ。犬だ。え、これ反、いや、ルール違反じゃないの。3体、これ3体でしょうよ。これを1体として認めてるってどういうこと。あ、結構ヒットポイントあるな。これ3体じゃないの、こいつら。結構めちゃくちゃなことになると思うぞ。何でもありだろ、これだったら。ガルーの兄弟とかもいけるんじゃないの。まあ、よくよく考えたらコロペンドラおかしいもんな。あいつらね、横になってるから悪いんですよね。縦の列だったらあんまり文句も出ないのに、やっぱ横になってたらね、ちょっとルール違反かなと思ってしまいますね。うわ、踏み込んできた。突き放して。ミスったミスった。ガッツがもったいないよ。あ、いけないな。クソ、こいつ。この犬。でかいな、マジで。犬。余裕。効果がよくわからないから。さよならと。よし、これで公式戦ですね。意外にみんな棄権してこないんだな。普通に棄権されてもおかしくない能力だと思うんだけど。さあ、ポンポンと。人気も D でかなり上がってるぞ。さあ、そして公式戦ですね。ここ勝てばまたランクが C に行くと。どうなんだろうな。そろそろ強いやつ出てくる。よし。誰だ。サード。あ、かぶってるな。あ、そんなに強くない。オール150ぐらい。どうした、またこの演出。いる、これ。いる、まあ、S ぐらいになったらいいかもしれないけど、 D だからな。さあ、ガルー対決。相手はライガーが入ってるのか。でも似てるな。当然。うわ、尻尾台風。結局これ外してないんでね。レアダック。よし。
一発ゲームになってるんだよな。あとケラリーノエステート、ケラリーノってなんかいなかったっけ、トロッケンコチエステートエステートはまあ大したことないですね。ここら辺はサクサクと行きたい。あ、モッチー入ってんのか、面白いな。さて、うわ、なんかすげえ技持ってる早めにやっつけとこういっぱい技持ってんな。冒険レベルは高いんだろうな。トロッケンコチ、お、こいつまだ一戦、あれ消えしたぞ。で3勝か。ケラリーノ勝ってんな、ケラリーノ。うわマジで、こっちサード、こいつらはもうないかな。でトロッケンも大したことないと、こいつら全然 E ランクでもおかしくないんだけど。あ、ライデン入ってる、ライデン、ライデンいいな、ライデン好きだった。これでクリティカル、よし、負けることないよな。でケラリーノ、あ、ケラリーノ全勝か。さあ行きましょうか。ケラリーノ能力は、あ、全然強くないけど、ライフぐらいか。なんだなんだ、あら、もしかしてひょっとしてあんたたち大会に出る気、冗談やめてっつーの。 TT 久しぶりに来たな。いい一発ワンパンチ、何、あ、こいつのモンスターだったっけ、こんなこんな弱かったの。それ以上付き合えないからね、そこんとこ覚えときなっつーの。どういうこと、どういうこと、一発耐えたら勝ちってことそんなパンチ力もなさそうだけど、あいつ趣味悪いなすごいかわいそうだよこんなに。あれ終わり終わり、弾丸ヘッド50ってなってたぞ。弾丸ヘッド50でもうガッツあいつないけど終われよお前、一発じゃないの。弱アタックで弱マジでマジで、あ、そっかそっか、ハムはど根性あるからな。じゃあ普通に、うわ当たった、うわ結構食らう、結構食らうんだよなこのゲーム。よしさよなら。どうなんのこれ、すげえ気まずい空気になるんじゃない。うん無視無視か、まだイベントあんのかな。お、なんか来た、なんでこんな坊主に負けなきゃなんないっつーの、読みづらいよまるっきり意味わかんないそれだけか、人気もう半分いってんな。さあ11月1週の秋、お、久しぶり、おめでとうアプロン、まさかここまでやれるとは。まあ、D はそんなに大したことなくない、いいんだチダールさん。あ、アポロンが喋ってる、俺だって信じられないんだから。マジで、だってエリブススクールを追い出された時、チャンスなんて全部なくなったと思ってたから。なくなったりしないよ、心に閉じ込めたりしなければリオ、いや大したファームが出来上がったもんだこれからもこのファームリオを頼むよアポロン、無関心ファームとは言わないんだな、任しとけって。お、みんな勢揃い、俺の見込んだ通り。こうなったらさらに高いところ、牝馬中心の竜の大会で一暴れだ。ここなんだ、トゥグルか、あ、王国の首都竜で大会出れるの、ずっと知りたかった。なんだ急に、私にはなぜこんな力があるのか、私は誰なのか。このファームに来てから答えのパーツが少しずつ手に入ってくる、もう私を閉じ込めない、どんな事実が待っていても構わない。おいリオ、一人で言ってんのこいつ怖いな、私のままで生きていこう。こいつラスボスっぽいんだよな言動というか挙動とか。うん、あれ
なんだ、大会出られるようになったってこと？ C、 全然ないけど、トゥグルだぞ。トゥグルしかないぞ。どういうことだ？ちょっと進めてみるか。またイベント起きるかも。2周になって、あ、怒った怒った。ねえアポロン、ちょっと見て、海からお客さんが。海から？どういうことだ、リオ。うわ、ほんとだ、大変じゃないここに船つけんの。なになに、難しくないこれ。ギリギリじゃないか。なんだ、ガンウォール。お、ここが噂のファームか。ヨーソロー。マジで。どちら様ですか？お、失礼。俺の名前はガンウォール。誇り高き海の男さ、ヨーソロー。変なやつ来たな。どういった要件で？重ねて失礼。実はポロックさんから、首都リューンを目指す若ウドの話を聞いてね。そんなマーベラスな若者に、俺の昔使っていたこのサーディン号、くれんの？あ、使ってくれんの？使わせてくれんの？めっちゃいいやつ。この船、そんな悪いよ。タメ口。若いうちから遠慮は無用。かつての相棒、サーディン号が再び若い夢を乗せて海へ行く。マーベラス。なんだこいつ、いいやつだけど、ちょっと、あんまり関わりたくはないな。可愛がってやってくれよって、運転してくれるんじゃないの？自分で使うの。使わせてもらう。マジ、自分のものになった。あ、マジか。これで多分リュウに行けるんだな。じゃあまたトレーニングしようか。で、週末行動でタウン。あ、リュウが出た。大会も出てんのかな。リュウの大会。これは特にないんだよな。じゃあ、タウンに行って、リュウ。学術と文化の町、またモンスター学なども盛んに学ばれているコロシアムと図書館が特徴。なるほど。さあ、お、首都リューンか。さすがにでっかい町だな。ねえアポロン、あれを見て、リューンルーキーカップだって。新人大会か。よし、一つ覗いてみるか。なんか大会あんの？わ、すごいな。スケール違いすぎるな。本当に人がゴミに見える。うるせえな、グラム。お、誰かと思えばアポロンじゃねえか。お、友達。グラム、どうしたんだこんなところで。久しぶり。バカ野郎、それはこっちのセリフだ。勝手に学校出てきやがって。まったく。あ、いいやつっぽいな。聞いて驚け。俺様はな、このリューンでブリーダーになったんだ。いいな。まあこの大会はちょっとミスってここにいるんだけどな。あ、ミスったの。あ、エリブススクール卒業していきなりリューン所属のブリーダーか。バカ野郎。バカ野郎じゃないの、バカ野郎なの。エリブス出身で本当にすごいのはあいつだよ。ステージ上の優勝したブリーダーの顔よく見てみろよ。誰？フィリア？わあ、ピクシー使ってる。そう、同じクラスだったフィリア。今じゃあいつ牝馬若手実力ナンバーワンだぜ。おまけにルックスもいいからあっという間に大人気。すげえよ、まったく。たまにカタカナ言葉入れてくんな、こいつ。みんな頑張ってんな。俺も早くみんなとバトルしたいな。そうだ、教会に、大会に出られるかどうか先に行ってみよう。あ、教会。あ、すげえ街だな。図書館もある。なんだ、ピエール。私、受付のピエールと申します。はじめまして、私たち。おっと、その前にアポイントメント。あ、予約はしとかないとダメだな。俺たち今日トグルから来たばっかだから予約なんて取ってないけど。そうですか。では今日は受付できませんね。厳しいな。え？この紙とこの紙とこの紙。すごいな。必要なことをきちっとお書きになった上で来週お越しくださいね。そんな、俺たちは竜の大会に出られるかどうか聞きに来ただけなのに。いいですか？ここはフィンバ本部なんですよ。アポなしで来られても困るんですよ。すごい冷や汗だな。きっちりとお答えしますよ、来週でしたら。あ、厳しいな。聞くのもダメっておかしくないか、さすがに。あ、そういうことか。図書館。ドイルさん。
ご用件閲覧、あーなんかあんのか。まあこれはいいな話す、うん、なんだろう。まあ図書館に勤めて40年目、まあここら辺は飛ばしながら、本が好きと。リードミーさん、なんだ、うん、手伝いしてくれてると。何かあったらこの子に聞いてくださいと。はいはい、あそうそう、古文書持ってる、うんうん、メモあマジで、あーそうなんだ、古文書を見つけてなんかここに持ってくるのか。はいはいと、なるほど。ご用件は何でしょうって今まで話してたのに。アイテム屋もある、おばちゃんがいる、アイボリー、買う。なんかあーここら辺は同じだな。卵チョコチョコエッグじゃなくて卵チョコ。モッチーの叫びある、めっちゃ高いめっちゃ高いな。化石とかいいな、モッチーの叫び欲しいまあ贅沢品もあんのか。あバトルカード骨百科事典、なるほどね。じゃあちょっとカララギマンゴーだけ買っていって、さてじゃあまたタウンに戻るか。でファームに戻って、さあまた次の週にリュウに来ました。エリブスに入学したものの退学したってということですか。ということはつまり正式なブリーダー証明書はないわけですね。おお、じゃあリュウの大会には出られませんね。マジか。でも俺トゥグルでは大会に出てたんだけど。トゥグルの登録によりますと、あなたはチェザーレという方から推薦を受けてますね。あ、チェザーレさん。地方レベルの大会ならまあ、高名な方の推薦があれば出られるんです。あ、そうなんだ。ですが、トップレベルの大会は誰でも出られるというわけにはね。厳しいな。共通にしてくれよ。トゥグルのチャンピオンなのにまだ D 勝ったばっかだぞ。あ、証明書な。おい、マジで？あ、なんか怒った。参ったな。ここまで来てダメか。あれ？ TD 来た。私がちょっと土佐回りに行ってる間に、フィリアなんて小娘がアイドルになっちゃって。あ、こいつもここで活躍してたのか。TD？ 荒れてるね、随分。げ、あんたたち、トゥグルの。気分悪すぎ、帰る。ちょっとドイテッツのばあさん。ひゃ、マウロ。ばあさん大丈夫か。おい、ティティ。ははいたったった。大変。腰打ったみたい。家まで送ってあげようと。何のゲームなんだろう、これ。ほのぼのゲーム。すいませんね。遅れたけど、私はマウロって言います。しかし、見ず知らずの方にここまでしてもらうなんて、ほんと申し訳ない。気にしないでくれ、ばあさん。ちょっと呼び方を気にした方がよくないか。もう、ああ、いたた。ああ、あいつにこれ損害賠償しないと。求めないと。心配しないで大丈夫。うちの子も帰ってくる。ただいま、フィリア。ああ、あれか。活躍してた。あ、似てるな。絶対このおばあちゃんになるな。アポロンくん？なんだ、因縁の。フィリア。因縁っておかしいな。そんなわけでこの人らに運んできてもらったんだよ。しかしまさかこの子がいつもお前が話してる噂のアポロンくんだったとかね。ちょっとやだな。おばあちゃんそんなこと言わなくていいの。気まずい感じになってる。どうもと。今はトゥグルのファームで働いてんだ。まあまだ正式なブリーダーじゃないけどね。ファームで？すごい喜んでな。うん、諦めたと思った。すごく心配してた。確かにちょっと諦めそうになったんだけど、今は大丈夫、ありがとう。あのフィリアさん、ちょっといい？おばあさんの具合なんだけど、思ったより悪そう。元気だったけどな。普通の薬じゃダメか。癒しだけを煎じてあげれば
この辺にはなかなかない。それならトゥルグ、それならトゥグルの洞窟で見たかも。あ、取ってくんの？探してくるよって。あれ、家が出てきた。え、教会は？無理。うわー、厳しいな。じゃあ、冒険行くのか。じゃあ、冒険行きましょうか。トゥグル。もうスピリッツ結構なことになるんじゃない？お、1300。いい感じですね。よし。さあ、じゃあまた今回も攻略していきますか。はい、そろそろね、ちょっとイベント起こるみたいなんで、その前に、まだちょっとレベル上がって、まずね、この人気ないが新技覚えてて、もう飛び蹴りっていうのを覚えました。まあまあかな。うん、クリティカル率が高いっていう感じの技ですね。タックルよりはいいか。って感じで。で、もう一人。無関心ですね。こいつが、スーパークローっていうのを覚えて、めちゃめちゃ強い。将棋勝って24でこんな強くていいの？ガッツダウンまでついて。これ新たなあれですね。必殺ですね。よし、もうセットもしてるんで。で、ボス来るかな？あ、また来ないか。この先？さあ、使いたいよ、新技。ん？あれ？あ、来た。確かこの辺りにキノコがあってすごいよく覚えてんな。どうした？どうしたんだ？モンスターの声が聞こえる。俺の縄張り、立ち去れ、ゴーレムかな？身を伏せて。ボス？こいつ？ブロブスター？ロブスターみたいな。こいつシャワー打ってきたぞ。おお、そんなに。じゃあ、行きますか、スーパークロー。おお、すごい。はは、死にそうだぞ、もうこいつ。もう一丁。弱ー。こいつ大したことないな。楽勝。おお、経験値手に入って。おお、人気ない。またレベル上がったか。高速騎乗。あ、これで速くなるんじゃないの？尻尾浴びせ。あいつに乗ったら、速く移動できる。なんか手強いやつだったな。そうでもないけど。あった。キノコあったか。癒しだけ。よく覚えてたな、確かに。あ、マジで。怖いな、こいつ。うん。ああ、なんか見たな、前回。見たことある。おお。よし。さて、12月になって、あ、また次回かな、届けんのは。はい。ということでね、今回結構、大会にも出て、大会で公式戦に勝って、そしてね、新たな首都にも行けるようになったんで。で、また次回は、まあ、癒しだけ届けて、うん。で、また公式戦勝っていくって感じかな。竜の大会に出られないとね、多分ダメだと思うんで、それはまた次回ということですね。はい。それでは、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべて役に繋がっておりますので、よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。